ってことで、とりあえず風神竜を倒しちゃったよ。そのおかげで日の根さんと共鳴していたあの不気味な声が消えましたね。胸騒ぎは収まりました。続いてハンターは雷神竜を倒しに行きます。まあね、とりあえず、とりあえず勝ってきました。そして風神竜の時と同じようにね、ミノトさんの共鳴もね、収まり、ナルハタタ姫の気配は消え去りました。長い間里を悩ませていた百竜夜行のね、原因となる2匹の竜を倒したことによってね、はい、里ではね、宴が繰り広げられてますね。あ、まあ、平和ですね。平和です。はい、めっちゃ平和ですね。するとですね、このベテラン3人の元ハンターやったこの3人の元にね、宇津市教官がやってきて、こんな感じに言ったんですね。佐藤さん、雷神竜は、おそらく先ほどね、となった穴をね、宇津市教官は見に行ってくれたんやと思うんですけどね、そこに多分死骸がなかったんでしょうね。はい、雷神竜はどこに行ってしまったのか。すれ違った後の急な真顔が怖いです。この和風の里に全然見合ってないこの装備を着たハンターはね、何かを察したのか外に出てきまして、川のそばにね、日の根さんとミノトさんがいるのを見つけましたね。ついよついよ、今こそ巡り合わん。胸騒ぎが収まったと言ってた二人なんですけどね、はい、また共鳴してますね。獅子孫さん、大地あまねく、いぶけ風、誰、イカズチ。宇津市教官の報告とこの表明してる感じね、まだ生きてそうですね、2匹ともね。あ、続く。解放したんでとりあえずバルファルク行ってみまーす。極戦鏡、あ、いきなり解放しちゃったね俺。終局最下の号、因縁配布の線、ボン回転、運命の極極まあ軽くアイテム奪うぐらいのつもりでいきましょうか。よっしゃ、バルファルク、てめえはメインアカウントでやられてんだよ、俺に。よいしょ。オッケー。オッケー。いいよ。お、いやー無理、えぐダメージが違いすぎるぜ。ナイス、音も最高。オッケーやばすぎやろこいつ。やばいで無理、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。いや、ここ端っこや。あ、オッケーオッケー、これ逆にやり方ね。満足感ないっす。いや、これさ、俺火力ないだけでさ防御力もやけど、満足感とかが結構便利なんじゃね。オッケー、怪力の種かじっといて、これオッケー。ちょっと早いけど比較使っとくか。
ッケー、ああ発動せんか。オッケー、いい、あぶね、うわ当たるか、いよいよ、それは逆に全然当たらんからカウンターで連機上げるしかないよな、もうこれタイミングがなさすぎる。うわーやばい、やらかした、やばい、さっきの勢いがなくなってる。ちょっと待って、マジでダメージエグすぎだよ。よしよし、オッケーオッケー、よっしゃ来た、いやマジか、最悪、ナイス、よし、いいよダメージはでかいな、でもやっぱ前より全然。やばい、これが避けられへんのよ。来てもいいよー。よし。よいしょ。おお、怖っ。マジか。これは止めらんのか。あ、早っ。やっちゃうかった。オッケー、ナイス満足くん。ただよ、ただ。やめろよ。オッケー、磨いとこ、磨いとこ。えげつないね。よし、昼間していく。ためすぎ、ためすぎ。狙いすましてたな。よし、来た、満足感ないっす。よしょーい。当たらんか。これはまずいよ。逃げて。一瞬突っ込みそうなのか。やばい、あー、お互いに行き過ぎ。よいしょ、544って出たの今、初めて見たぞそんなダメージ怖いよ。オッケー、これ赤まで上げるか。よいしょ、なんかすんか、何もせんのかい。やばい、来てるね。あ、当たらなかった。よしよし、いやー、まあまあ、これで吹っ飛んどこう。もっちさーん、うわ怖い、射程距離外や。あ、来るんじゃね、あれ、今のうちに帰っとく？あかんが。よいしょー。おごた。ちょ、そろそろこれもらっとこうかな。しゃ、3つで本気モードや、俺も。よし、黒い、いやマジか、うわえぐい、死ぬで。よし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 、
ナイスあってへんか。まあまあまあ安全第一やけど、この後が怖いな。よし、あー当たらん。オッケー、どうや、やかしか、やったね。いやまあ1回はしゃあないよな、これ強すぎるわ。ちょっとする前にやるべきことやな、これ。オッケー、まあこんなもんか。で、応急薬グレートね、構えといて。よいしょ。よいしょ。オッケー、今度当たると思った。107ってすごいな。いいよーん。よし。なると思いましたわ。うわ、催眠術つけた。行くぜ。当てようか。当てちゃうよ。お、324。行く。オッケー。とりあえず連携赤にして。よいしょ。怒るよな、多分。よしよし、あ、来た。よし、オッケー。あ、尻尾切れた。よしよしよし、マジそんな効いてんの。まあ一応上位の武器っちゃ上位の武器やもんね。みんなより火力はないけど、そうそうそう、一発食らっといて、もうおとなしくね、もうこのポーンと。あ、いいのおる、ナイスー。やばいやばい、溜めちゃう。おろおろ、きたー。800ダメージ、でかすぎる。この怪獣はでかすぎる。おお、どんどん破壊していく。もうこれに当たるのはしゃあないと思ったんやけど、当たらなかった。よし、お、なんかいい感じじゃね。いやー、やってもうたな。なんでさっきの当たらなかったんや。満足感ないっす。強くで満足感マジで。よしよし、あ、これはすぐ貯めるやつやな、多分。うん、はい、よいしょ。はい、撃墜していく。よし。やばくね？うん、それは避けれましたね。ナイス。よいしょ。ほい。え、それは無理。あ、いけた。パート2。あはーん、無理やー。待って、ここまで来たら勝ちたくなってきた。なんかいけそうじゃない？あ、溜めとんな、あいつ。しゃあない。よし、満足かーん。あんなに飲んどいてね、残してるっていうのがすごい。よいしょ。おー、満足。かじって残してるやつ。これもばらまくから満足感とかないもんな。いくぜー。ちゃうよー。の前にちょっとこれだけもらっとこうかな。よしよし。流氷砲かよ。オッケー、くれ。
いいね、ひるべひるべ。おら、いやそれ死ぬ死ぬ死ぬ、あぶねえ。いきなり撃ってきやがった。よっしゃ、あー間違えた、まだや。2回目が怖いよ、やばいわ。ちょっと待って待って、もう全開でしょ、毎回。来るよね、それはやばい。ちょっと待って、やばいやばい。ナイス、オッケー。ちょっと待って、マジやばい。オッケー、これでまあ言ったらマルチプレイしてるようなもんよ。お、よかった、え、マジで。ちょちょちょ、オッケー、よし来た、ナイスすぎ。暗いカブトリ、おら、やめろ、オッケー。怖すぎる。一回も力ついたらかもだ、もう危ねえ。よし、いや、おら、いや、全然カウンター決まらなかったでしょ、やばい。おお、一発、よし。あ、怒り解除したか、こいつ。頼む、解除しろ。よし、来た、いえ、倒せた。ランク8で倒せた。いやマジで。やった、倒せた、バルハルク。絶対無理や思ってた。よっしゃー、やったぜ、ナイス。もうモッチとちくわのおかげやな。いや、ちくわの回復がでかいな。てか、あの、満足感やべえ。これ、飛躍とか復活するもん。いやー、火力スキルより俺こっちの方が好きやな、やっぱ。こういうさ、便利スキル。うん、強えわ。強すぎるわ。あ、くぐつちぐもとかあるんや。上手に枯れました。よーし、枯れた。疲労感やべえ。ええー、弾出た。